野村古道作拳だけ電気。工部、進学電気。武田美氏の脅迫。先生。なんじゃな、いだろう。先生ほどの腕になると、このように怖いものがなくなりましょうな。浅草、 小揚町の人足頭、文七のせがれ、伊太郎は、現実の師匠、したら七十郎を捕まえて、こんなことを尋ねるのでした。ははは。意識も遠足タな伊太郎。はばかりながら、したら七十郎。生まれてからまだ、怖いと思ったことがないよ。遠き昔の荒木又右衛門、宮本武蔵は知らず、天下広といえども、 この七十郎に勝つ者はまずないな。それは本当でした。したら七十郎、当時江戸の町道場では評判の使い手ですが、大酒を飲んでダボラを吹くので、誰も話半分にしか聞いてくれません。年の頃、四十二、三歳、総髪に七つ下がりの素合わせ一枚。腰のものだけは物々しいが、誠に、 気の置けない人定だったのです。た感も適できとおっしゃる先生が三本に一本足に取られるのはどういうわけでイタロはこんなことまでつけつけ言います。これは二十一に、口は悪いが人柄のおっとりした美男ではないが妙に人付きのする若さと覇気と善意といたずらっけとこね合わせてそれを魅力にしたようなとてもたまらない 皮肉な男っぷりです。これこれ、師匠に向かって無礼なことを言うな。あれは、ほどよくあしらっておるのじゃ。え気合い入れると、三本のうち二本は取れそうに思われてなりませんがあれもやはりあしらっているんで。その通りだよ。弟子は死の反慰に及ばすというではないか。それじゃ 近頃五府内を騒がす怪盗武田菱と先生と、どちらが強いでしょうそれは拙者の方が強い。したら七十郎、躊躇を知らぬ男です。その武田菱が、足の親父を脅かしておりますが、先生のお力を拝借できませんか伊太郎は、ここまで釣ってきて、とうとう、本音を吐いたのです。武田菱が、お前の親父を、 おかしなことを聞くものだな。お前の親父は竹田武に狙われるほどの金でも持っているのか金なんぞあれはしません。あるのは借金ぐらいのもので。それじゃあ何を狙っている天正年代の古い巻物を持っているはずだ。それを渡せ。渡さなければ命をもらう。と呼んで。うん。幸いそのおどかしの手紙はあしの手に入りました。 親父に見せると心配するから、そっと隠しておきましたが、どうしたものでしょう、先生。うん。脅かしておいて盗みに入るのが、武田菱の手口だって言うでしょう武田菱が押し込んできたとして、足の腕で退治できるでしょうか、先生。伊タの話は、次第に真剣味を帯びてきます。それは危ない。正直のところを言うと、武田氏は、 先生よりも強いんじゃありませんかこれこれ、無礼なことを言うな。どうもお前は弟子のくせに、口が悪くていかぬ。いかにも、お前の腕前は近頃上がった。しかし、それは棒振り剣術のお座敷剣術で、実践に望んでは、大した役に立つものじゃない。すると、先生は、役に立たない剣術を教えたわけで。ええ。 黙らぬか俺は本当に怒るぞへえ<い>。の、<No. S 2> いたろう。剣の妙は、技より心だ。胆力が座らなければ、真剣の立ち合いに勝てぬ。まして、武田氏は剣相両道の達人で、忍術もよくするというではないか。でも、刀は泥棒でしょ泥棒にも、ピンからキリまである。とにかく、 それは危ない。お前の親父が武田菱に狙われているのを放っても受けまい。お前の親父には内密で今晩から俺が行ってそっと泊まってやろう。それは願ってもない幸いですが、酒が減るとすぐ親父に知れますよ。はははいは。嫌に酒をくぐって話す男だ。どうせ足るだろう。一合酒を取ったら一合、一升取ったら一升水を入れておけ。 先生はいつかも泊まっていたら、いっとだるがみんな水になってしまいます。構わぬ。そうなったら、佐賀屋から一章ずつ買ってこい。どうも、手のつけようがありません。が、二人はこういった中の指定でした。下や竹町の道場を立ち入れて、小揚げ町へふらりふらりと歩いております。時は、享保九年四月。 こんなのんきな具合に、京天同地の話は、単調、開くのでした。浅草小町の災難。目には漫画の青葉。山ほどどぎすも聞こえたその頃の江戸の初夏は、すがすがしくも美しいものでした。 わずかに残る夕明かりを背負って、竹町から小揚町へ指定の歩みは、のどかにもカン,カンたるものです。伊太郎、お前は確か十一だな。へい<え>。もう嫁を取ってもいいと思うが、どうだ気に入ったのは向こうで来てくれず、絡みついてくるのはこちらでごめんこうむりたくなるから、手頃なのはありゃしませんよ。ところがある。 ええ、どこのお姫様でお姫様は大きく出たな。身分は町人だが、心がけと器量は大したものだ。先生が見つけるんだから、いずれ小王子の中にいる、腹の減った狐みたいなのか、柳原でござを抱えているお姫様でしょお前はどうも口が悪いな。男っぷりはいいが、そう口が悪いと人に嫌われるぞ。親父もまいそう言いますよ。 ところで、その娘というのは、それ、向こうの路地の裏にいる、浅草小町と言われる美女だ。知っているだろうしたら七十郎は手を挙げて、門前町のとある路地を指しました。通りすがりに、ふと思い出したのでしょう。狩り間なし九介の娘、おみのでしょうあれはいけません。よく知っているな。 江戸中の娘はみんな親類みたいなもので、避けて通るのに骨が折れますよ。バカ野郎、なんという口を聞く。ええ、それは嘘で。だが、あの久助の娘はいけません。親同士が昔恋になったくせに、近頃は顔を見ても口を聞きません。よっぽど気に入らねえことがあるようで。どうして仲直りをさせないんだ。あれほどの娘を手に入れるには、若い男は、 一苦労してもいいな。ごめん、こむりましょう。そんな苦労は修行の毒で。足は当分、娘とナマコを立ちましたよ。娘とナマコを一緒にするやつがあるか。そんな話に興じながら、ちょうど娘の住んでいる路地の入り口まで来たときでした。あれ絹を裂くような若い女の悲鳴と一緒に、宵い闇の路地の中からバラバラと飛び出したのは4、四五人。 一段になったく癖者。七十郎と伊太郎を突き飛ばすように街の中へ。見ると、く癖者どもの肩の上には、この明るい夕空に踊って若い女が一人。悩ましくも争い続けているのです。伊太郎女を救え、浅草小町だ。したら七十郎、ベイロシアのダボラ吹きのようでも、締めくぎがしっかりしているせいか。 いざとなると、強いところがあります。あう！飛び込んだイタロウ。大手を広げて、行く手を阻むくせ者の,の一人を、襟に手がかかると、もんどり打たせました。続く一人は白羽。闇をつんざいて、真っ二つになれと切りかけるのを、イタロウも長いのを引っこ抜いて、チャリンと合わせます。火の出るような、激しい気力。 いたろう遠慮するな切ってしまえ勝ッテ驚いて飛びのくくせ者、それを追い打ちにさっと払うと、たもとが一つバサリと切られて、コウモリのように空に舞います。その娘を奪え、俺は家の中を見てくる。したら七十郎は、路地の奥の家の中に断りと見たのでしょう。そのまま、 飛び込もうとする鼻の先へ。黙って立ったのは、くせ者のしんがりを務めた、覆面の大男です。その武家が、父さんを。くせ者の肩の上に、必死と身を揉みながら、娘は、こう叫び続けます。闇にも匂う娘は、おみのに間違いもありません。その父親の久助は、 多分、この覆面の武家に切られたというのでしょう。よし。仇は打ってやるぞ。したら七十郎、一刀の塚に手をかけると見るや、癖者の狂人は早くも伸びて、その胸のあたりを、はすっかいに、スーッと慣れて去ります。影朗の動くような非凡の手際、七十郎も思わず一歩を退きました。先生。 すけだちしましょうかと、いたろう。かまわず娘を追え。この化け物は、俺が三枚におろしてやる。七十郎、この後に望んで、シャレを言っているのです。覆面のくせ者は、畳みかけて、切り込んできました。二たち、二たち、四殿、風もなく動いて、その物騒さというものはありませんが、したら七十郎、さすがに、 江戸の評判男でした。一刀、西岸に構えたまま、器用に動く大手の立ち筋を睨んで、ふうっと、酒臭い息を吹きかけます。だいぶいけるな。が、邪悪な憲法だ。俺にあったのは、災難というものさ。他のものなら切られるかもしれぬが、えっと。真の憲法は、 こうするのだ、それよ。ええ。実に、信頼の会見です。覆面の癖者は、辛くも飛び抜きました。が、凄まじい気合に蹴られて、ヨだのように動く剣も封じられたものか。そのまま、じりじりと下がって、闇の中へ。これこれ、逃げる気か、卑怯だろう。はっはっ、はっは。 目先の見えるやつだ。もう一号すると、お前の覆面が裂かれ、二号すると、その喉笛に穴が開く。<coughs> 俺はもう、三号ばかり欲しいよ。たい,たい、たい。正眼に構えた刀がだらりと落ちて、切っ先が大地を舐める頃、覆面の癖者はどこへ行ったか、そのあたりには見えません。 逃げ足の速いやつだ。が、相当に使えるぞ。改めて勝負をしよう。下や竹町の道場へ、いつでも訪ねて来い。したら七十郎、改めて相手をするぞ。闇の中へ、こう言い残すと、路地の奥へ入っていきました。かねて知っているらしく、掘り物し、久助の家。 おぼつかない明かりに透かしてみると、入り口の二畳に、五十歳前後の男が一人、けさ書きに切られて、虫の息になっております。かい少年のいたずら、これ、しっかりせい、傷は浅いぞ。手おいを抱き起こしてみましたが、 思いの他の不可で、元より助かる見込みはありません。娘は、おみのは手追いは辛くも顔を振り上げます。うつろな目、らなく唇、次第に死の色が濃くなって、そういううちにもがっくり落ち込みそうです。娘は助けてやる。安心さい。仇は何者だ 七十郎の声に励まされて、断末魔の老人の指輪、安頓を刺しました。お安頓には、血潮で書いた武田菱が一つ。武田菱と名乗るくせもの。いや、違う。武田菱の手際ではない。他に言うことはないかあれを、娘に。 台所の、揚げ板の下。これ、そこに何があるしっかりせい。七十郎は、後ろから抱き起こしましたが、もはや息絶えて、がっくり、死潮の中に崩れます。したら七十郎は、久助の死体を片手がみに、そのまま台所に飛び込みました。揚げ板を跳ね上げると、 ぬかみそと墨田らとたくあん石との間に小さな箱が一つ取り上げてみると5寸に8寸ほどの小さいものですが油紙で包んでひもをかけてその上へ封印までした恐ろしく厳重なもの手早くひもをほどいて開けようとするとおっお勝手の油障子を突き破って手ごろの粒手が一つ あやうく、七十郎の瓶をかすめます。誰だ立ち上がったところに、また一つ。今度は袖を叩き、続く一つは膝がしらい障子の外から放るつぶてでは、いかなる名人でも、不正義用はありません。ほのれ。障子をさっと開けると、路地の長ほどにしゃがんだ十二三の小僧。 すずめのすのような顔をしてしりぎいばんてんをきたのがさすがにびっくりして立ちあがりましたよい三品もう二三十おいらのつぶてをくってみるか何よこぞいう花の先へ風を切って第四のつぶてどんなしゅれんがあったものかしたら七十郎もさけるのが精いっぱいですいェい悔しかったらここまで来い 付き合って遊んでやるぜ。ほのれい。したら七十郎、誘われるともなく外へ出ました。路地の闇から再現もなくぶ手が飛んでは、さすがに放っても置けなかったのでしょう。石はうんとあるぜ。それよ。小僧、ふざけるな。切るぞ。逃げるよ、サンピン。待て。 待てこの小僧にどんな司祭があるのでしょう事件があまり重大そうなのでしたら七十郎思わず路地の外まで追いすがりましたヨウバは未来を語る一方イタロウ シャミセン堀まで癖者を追い詰めて、二人に傷を負わせ、二人を下水に叩き込むと、残る一人は、叶わぬと思ったか。覚えているお身のを残して逃げ出します。はっはっは。弱い癖者だ。一刀を収めて、娘のそばに駆け寄り、崩れた両脇へ、そっと手を入れました。 怪我はなかったがい、とんだなんだが、もう大丈夫だ。ありがとうございます。あげた顔、宵闇にも匂う浅草小町の不思議な魅力に驚いたものか、伊太郎は思わず手を離しました。たかが堀物師の娘、親父の友達の娘、と思っていたおみのは闇の中のボタンのように怪しくも 伊太郎の腕の中に匂うのです。骨細のしなやかな体、どんな香料よりも高画で魅惑的な乙女の大衆、ぼかされたような白い温かい頬黒曜石の目、赤い小さい唇。それらの一切が渦を巻いて、かつて女に許したことのない伊太郎の心を、 そそののかすのでした。はあ、もう一度、崩れそうな乙女・おみの、その体を引き寄せて。どうした何驚く差し覗くとあ。あれはあれはおみのは、伊太郎の海中に顔をうずめて、わなわなと震えているのです。何心なく振り返ると、ちょうど、 の後ろへ出たばかりの月を満面に浴びて静かに静かに立っているのは針のような銀髪をいただき昆布のようなボロを引っ掛けた枯れ木に魂を吹き込んだと思われる老婆ではありませんかかわいや一目ぼれをしあったのはッはッと2人を刺して笑うのです なんだ、てめえは。旗とにらむいたろその娘の血筋には、呪いがかかっているぞよ。のう、若いの。その女に、かかりようだが最後、身の破滅じゃ。悪いことは言わぬ。てて帰るがよいぞ。老婆の手が上がると、恐れおののく乙女の額を刺すのです。 何を嫌がるてめの方が、よっぽど呪いのかかった面だぜ。はっ、はっ、はっ。気色の悪いババアじゃねえか。はっ、はっ、だって嫌がる。消えてなくならねえと、叩きっ,って、たぬき汁にするぜ。どうせテント様に当たれや、尻尾を出す代物だろう。伊太郎は、脅かすつもりで、長い野の絵をトントン叩きました。 何を言うぞえ、わけえの。このババアを切ろうと言ったって、切られるものかい。信玄様の昔から、太鼓の天下、家康の関ヶ原、大阪人、徳川八代の映画まで、百五十年の世の移り変わりを、この目で見てきたババアじゃよ。鈴や二十歳の雛子に、切られると思うか アホな小僧じゃ。はっはさすがのイタロウも、この限界不思議なババアには切り込む隙がありません。帯ビの五体から発散する乙女の魅力にも悩まされましたが、この老婆を包む一種の元気には、全く近づくべからざる怪しい力があります。150年生きたというのは、 それは大嘘でしょうが、少なくとも常人にはない一種の精神力の持ち主で、スイカも闘争も容易に傷つけることができない術を心得ているのでしょう。りから軒を縫い、ひさしを渡って巨大なコウモリのように飛んできた一つの黒い影。おばば、とんと道の真ん中に立って、

死骸のせ。七十郎と伊太郎とお野は、心も空に、門前町の路地に引き返しました。恐ろしい興奮と、不安と、圧迫感に、もう七十郎も、無駄を言う気力はありません。お誰か荒らした様子だ。宣告とは、だいぶ様子が違います。仰向けにしておいた、久助の死骸が、 誰の仕業か、うつむけにされて、近々と寄せたあんどんの光に、よにも恐ろしい情景が、まざまざと照らされていたのです。あお前さんは、見ちゃならねえ。イタロー慌てて、おみのの前に立ちふさがりました。うつむきにされた九助は、着物をすっかり脱がされた上、背中の皮、腰骨の上の部分を半紙で半枚ほど、 はぎ取られているではありませんか。人間の皮を剥ぐとは、危機も及ばぬ残虐な仕業です。どんな鬼畜が、どんな望みがあってしたものかわかりませんが、イタロウは思わず、おみのの前に立ちふさがったのも無理のないことです。いえ、会わせてください。驚きもどうもしません。お願いですから、一目。 おみのは、イ太郎をかきのけました。父親の切られるのを見たくらいですから、大方死んだものとは覚悟しておりますが、このまま顔も見ずに葬られなかったのでしょう。今日しっかり持つんだぜ。父さん。イ太郎が毒と、おみのが飛びつくのと一緒でした。が、背中の皮を剥がれた父親の死体を見ると、 おみ、はあのは、さすがにのけぞります。だから言わねえごっちゃねえ。先生、水だ。よし、きと。気軽に台所へ飛び込んだ、したら七十郎。と、大変こちらにもまた、一騒動、持ち上がった様子です。そちらには何があるんだい先生、水の死骸じゃあるまいねえ。 いたろう、相変わらず悪い口です。こちらでは、物がなくなったよ。手追いに教わった箱を、揚げ板の下から取り出したまま、小僧を追い回しているうちに、中は空っぽだ。紐を切って、油紙を破って、中身を抜いた箱を持って、したら七十郎、物の毛につままれたように帰ってきます。先生、水はおう、忘れた。 引き返して水亀からひしゃくでいっぱい、おみのの口に含ませると、乙女はさすがに正気づきました。父さん、誰が、誰が、一体こんな、無ごたらしいことをしたんでしょう、父さん。おみのは、父の死骸に取りすがって、心のままに泣きいるのです。ねえ、おみのさん、大事の場合だ。 泣いていちゃわからねえ。この背中には何があったんだあしは小揚げ町の分七のせがれいたろう。怪しいものじゃねえ。親同士が知り合いなことはお前も知っているだろう。おみのはわずかにうなずきます。浅草に住んでいていたろうを知らない娘があって良いものでしょうかこの背中に何があったんだ父さんは 人に見せないように隠していましたが、なんか不思議な入れ墨がありました。拭いても拭いても、湧く涙の下から、せぐり上げ、せぐり上げ、おみのが言うのです。それっきりかイタロも変な心持ちになりました。自分の父、キ助スケとは、若い頃、無理の中だった文七。にも、同じ腰の上に、 絵体の知れない入れ墨があるのです。この箱の中に何が入っていたんだいしたら七十郎は空箱を一生懸命調べております。それは存じません。驚いたな。あっという間だ。こんなことと知ったら、小僧なのにからがっているんじゃなかった。今更、そう言っても追いつきません。 娘は、伊太郎の家。近所の州から届け出て、町役人、御用聞き、城回り同心など、後から後からとやってきました。お見事七十郎と伊太郎ウを証人に、一通りも二通りも調べましたが、何としても機械な殺しで、役人も見当のつけようもありません。が、 誰でも感じたことはこれが事件の全部ではなくてこれから大事件の起こる発端ではあるまいかということでした箱の中の紛失した品や流れた Q 助の皮がどこでどんな恐ろしい役目を務めることか全く常識も想像も絶したのですとにかく死体を持って行って。 もう一度念入りに調べるとしようこの顔を見知りのものがあるかもしれず皮を剥いだ手際も見る者に見てもらいたい役人がそういうのも無理はありませんやがて釣り台を用意して死骸を持ち去るとあとは三憺たる乱闘の形見ばかり私どうしましょう 血生臭い空気の中に、おみのは一縮みに縮んでおります。仏の戻るのは明日だろう。今晩はお通夜をしようにも、これではどうにもなるまい。七十郎も持て余ましました。変人の久助が近所付き合いも良くなかったものか、血だらけの家の中へは進んで入りてもありません。 驚いた。先生のところへ、おみのさんを連れて行ってくださいな。明日になったら、どうにかなるでしょう。と、イ太郎。俺の家は遠いぞ。その上、こう見えても一人者だ。若い女を止めると、世間がうるさい。伊太郎は苦笑しました。若い女を止めて、世間がうるさく言うような面ではありません。伊太郎。 笑ったのい,いえ何お前の家はすぐそこではないか幸い親父もいることだ連れて行け世間の口が真似をするな女の子をかき分けて歩くというお前にじゃないかたった一人の娘っ子に驚くことはあるまいしたら七十郎すっかりそのつもりでした戸締まりをして近所の州へ頼むと イタロウを促してもう路地の外の月に立っております先生は俺は竹城へ帰るそれは約束が違いやしませんかしばらく足の家へ行って泊まってくださるとせっおっしゃったばかりでいやそれは変外だ若い女の子と同じ屋根の下では俺は寝つけない性分でなしたら七十郎 ここんなことを言って嘘吹きます。驚いたな俺の方が驚くぞまた明日会おう七十郎はそのまま首筋を返します先生聞こえぬぞ酒も冷めた飲み残りのヒヤが帰りを待っている伊太郎は妙に微笑ましくなりましたものにこだわらぬしたら七十郎の管轄さ 師匠だか友達だか親父だかわからないような気持ちが胸の底から親しみをこみ上げるのですが振り返ってしょんぼりと月にぬれたおみのを見ると伊太郎の方から急に微笑はかき消えますおや伊太郎の家の前まで来ると中から激しい争いの声が街の中までも聞こえるのです 小揚げ町の二足頭で荒っぽい人間の出入りも多い家ですからこんなことには慣れた伊太郎ですが今晩のは少し意味が違います父親のボンは若い時は荒っぽい人間だったでしょうがこの二、三年はすっかり老け込んで愚に帰ったと言おうか物心が出たと言おうかせがれの伊太郎でさえあがゆいと思うようになっているのです その父親が紛れもなく人と争っていようとは、いたろう想像もつかなかったのでした。毎日、体も気も弱くなっている親父に間違いがあっては、と飛び込むいたろう。忘れるな、文七。きっと思い知らせるぞ。ストゼリフと共に飛び出して旗と顔を合わせたのは蔵前の札差し。 田村へのせがれ、ちです。二人は一瞬立ち止まりまりした。どちらも若い盛り苦み走ったのとにやけたのと皮肉で管轄なのと乳和で陰険なのと対照的な2人は思わず敵意に満ちた目を合わせたのですが目をそらすとそこには闇を彩るようなおみのがしょんぼり立っているではありませんか 吉六はなんとなく驚き慌てて身を開きます。なんだよ時だと言いたお親父に聞くがいい。吉六は身を返して町の闇へ。そこには用心棒らしいのが2人。左右からつっつっと吉六を挟んでどこともなく消え去ります。 愛よる若い魂こんなわけだとさ、メロに見かねて連れてきたのは、この海野さん。イタロは父親の前、海のを連れてきて引き合わせました。髪もエモンの乱れもつくろう暇もなく、心の動揺を押し隠す力もありませんが、その可憐な美しさは、さすがに分七の。 肝を奪いました粗末な木綿の汗も赤い鹿の子の帯もおみ野の身につけばちりめん湿疹も及ばぬ効果的な装いですそれは決して絵に描いたような美しさではありませんが取り立てて言うことのできない不思議な魅力が乙女の五体から発散してただ夢心に人を包んでいくのでした 文七はしかし驚きも恐れもおしかくして黙りこくっておりますおみののかわいらしさに打たれながらもこれがよりも不吉な前兆でもあるようにただおどおどと目を見張るばかりだったのです九助よりは少し老けて五十三子にもなるでしょうこんな家業のものに似ず臆病らしくさえ見えるのは 長い間の苦難と言うに言われぬ恐怖につきまとわれているためでもあったでしょう。父親の打ち解けない顔を見ると、伊太郎はいい加減にして立ち上がりました。そっと小手招ぐと、ついてくるおみの。奥の人前案内して、あんどんへ明かりを入れようと思いますが、もう一度父親の前へ帰るのも、なんとなく、 気が咎めます。ようやく探し出した、井口と火打ち石。カチカチカチと、釜を鳴らしますが、心が落ち着かぬせいか、どうしても火がつきません。私がやってみましょう。そっと、柔らかい乙女の手。髪の匂いが鼻をかすめると、続いて陽の周期がプーンと。 闇にみなぎります。明かりはようやく着いたのです。伊太郎さん、宣告の人は田村への吉六でしょそうだよ。この間から私の家へも来て、父さんへ何か言っていました。それから私にも、怖い、嫌な人。イタロの胸には憤怒がこみ上げます。 ここへも姿を見せるようでは、この先、どんなことをするかわかりません。私は私は親のない娘は、不思議な恐怖の直感に、身を震わせるのです。一人で、あの家、へ帰っていなければならないのでしょうか。あのき六の目が、障子の穴からでも、隙間からでも、天井裏からでも、 いつでも私を見ているような。バカなことを。太郎は笑って紛らわせました。が、乙女の恐怖は思いのほかに根強く、胸の奥深くくいっている様子で、そんなことには慰められそうもありません。どうしましょう、伊太郎さん。心配するまい。伊太郎は誘われるようにこう言い切りました。 さっと吹く風の声。あれ誰かおみのはひととまりもなく伊太郎の胸に飛びつきました。驚くね、風で。い,いえ、あの目。青い、火の燃えるような吉六の目。振り返るとなるほど、誰の仕業か縁側の戸がほんの少しついております。ヒ太郎さん。 男の胸に顔をうずめて、バナバナと震える乙女。このか弱い乙女をめぐって、なんという恐ろしい事件が襲い来たったことでしょう。あれからほんの二時か三時の間に、この乙女は、天外頼るところのないみなしごになり、父親の死体は傷つけられ、秘密を隠す箱は開かれ、怪盗と、妖魔と、悪少年と、 それから上縁の目が四方八方から襲いかかっているのです。何が何やら少しもわかりません。が、その混乱と容器の渦巻く事件の発展の中に、思いもよらぬ可憐な乙女が姿を現して、女嫌いで通したイタロウの胸の奥に、不思議にも生温かい感情が芽生えたことだけは、一番明らかで、 一番重大なな事件のような気がするのでした2人はほんのしばらく黙りこくっておりましたその間に将軍が23代変わってうるずきが156回あったような気もしますが安んの弔辞もたまらず親父の背吹きを叩く音もしなかったところを見るとほんの一瞬点の出来事だったかも分かりません 誰だイタロはそう言いながら、照れ隠しに雨戸を引き開けました。青葉の匂いがプーンと漂う闇の庭。そこには誰もおりません。あ一遺書。い,い,いた、ちょいと来い。お 親父の分七は長ちの前をキセルで指さすのでしたなんだよとっさんこれは言いたくねえことだがあの娘と陰縁が絡んにゃ面白くねえことになりそうだ今晩というは無理だろうが明日は門前町へ返してこのあとは振り向いても見ちゃならね 親の言うことは子供には無理に聞こえるものだが、しかとを言い付けたよ。いつもにない父親の顔色です。近頃気の弱くなった文七は力も腕も利発さも世間の褒め物になっているせがれにこれほど厳重に物を言ったことはなかったのでした。とっあ、んヨゼと言えば、 あの娘にかかり合うのをよしましょうが訳を話してください長生きなようだがどうやらこうやら親のおかげで手足を伸ばしてもらってあもしの今年は21になりますとっての言いつけとあればどんなことでもそむきはしませんが訳が分かっていねえと同じ言いつけでも釘は効かないようで頼りがありませんねさ土産土んと あの娘の親の久助は昔は随分仲のいい友達だったって言うじゃありませんかその友達の娘が孤児になって頼るところもない有り様なのを見て見ぬふりをせ徒とは日頃のとっさんの気風にもないことだ無理とは言いませんがこの伊太郎が頼みがいがあると思うならほんのちょっぴり訳を漏らしてください火鉢に手を置いて こう顔を上げた伊太郎の目の中には、スイカの中にもあの娘を救い通し、父親の心配をいっぺんに取り払ってやろうといった決心が燃えているようです。我が子のたくましい魂に直面して、文七は思わず顔を背けました。言っていいことなら苦労はしねえ。京介が殺されたのもみんなそのためだ。 これも久助の二の舞を踏むかもしれない。そんなことはとさん。あの娘と。お前がかかり合うのもなんかの因縁。だろう。恐ろしいことだ。親子は別々の考えに沈んだまま、老けゆく初夏の夜の指示場の底に黙り込んで相対しました。レオかいた。 今んだけ考えさせてください、とっさん。分室に次いで、イタロも立ち上がります。が、若い者の心は動くまい。親と子は別々の節どこへ、それはなんとなく別れを告げているような心と心の隔たりでした。あくる朝。 伊太郎はおみのを送って、門前町へ行きました。心細がるおみのを近所の衆に委ねて、父親への約束を果たすために、心を鬼に、竹町の道場へ向かったのです。太郎、佐久は、は面白かったな。あの娘はどうしたしたら七十郎、相変わらず、のんきそうです。門前町へ送り届けてきましたよ。 親父が変なことを読んで。それはかわいそうだ。先生、これは一体どうしたことでしょうたった一晩に二十年の間、見も聞きもしないことに会いましたが。世の中はそうしたものだよ。本当に驚くことはこれからだろう。お届かしちゃいけませんよ、先生。もう、父親はどうした家におりますよ。今朝は会わずに飛び出しましたが。 本当に家にいるか脅かしちゃいけませんよ。脅かすわけじゃないが、いろいろ思い合わせることがある。念のために、大急ぎで家へ帰ってみるがいい。父親が無事なら、それに越したことはない。したら七十郎の言うことは、妙に真剣で、不気味でした。かつぼんにはないでしょうね、先生。こう見えても。 親なんで足をうそをつくな高校息子はもう少し神妙で素直なものだ驚いたね。伊太郎はさすがに不気味になったものか挨拶もそこそこに飛び出しました小揚げまで一足飛びうわ苦しいとっさんはいなさるかい転げ込んだ格子の中かまちにつかまってほっと息をつきます 若親分、今、使いを出そうと思ってましたよ。親分は、な、なんだと今朝見ると、床が空っぽですぜ。伊太郎は、もう、物も言いませんでした。膝で歩くように、父親の部屋へ。そこには、床が敷きっぱなし、枕元のタバコと並べて、遺書が一通、しらじらと、 朝の光に照らされているではありませんか伊太郎はどっかとあぐらをかくとあまり上手でない父親の筆の後を心せわしくたどってゆきますはらむ不安大地がめり込むような恐ろしい暗示が伊太郎の肌に迫ります竹田美紫の脅迫状 わやぶん、たむらやの旦那が見えました。古文の者の,の声に、伊太郎はようやく顔を上げました。宣国から父親、文七の書き置きとにらめっこをしたまま、腕を組んで、うなってばかりいたのです。たむらやの旦那嫌な客だな。取り組みがありますからと、丁寧に断ってくんな。たむらやの旦那というのは、 昨夜ここへ来た吉六の父親吉兵衛で、昔は文七とも懇意にしていたということですが、非常な働き者で、一代に巨万の富を積み、蔵前の札差しの株を買って、その頃、江戸中にも鳴らした大町人だったのです。そう申しましたよ。ところが、田村屋の旦那のようには、そのお取り込みについて話したいことがある。 分七親分は家出をしたはずだが、と、こうおっしゃるんだい。なんだと侍の旦那が、親父の家出も知っているというのかええ。自分さえ、つい今しがた知ったばかりの父親の家出を、侍の吉兵衛が、早くも知って、蔵前からここまでやってくるというのは、容易のことではありません。そいつは、ここへ落としますんだ。ええ。が、 しかし、古文が表の入り口へ引き返すまでもありません。いや、それには及ばない。一刻を争う大事だ。ぶしつけだが、ここへ回りましたよ。路地から軌道を押し上げて、いきなり狭い中庭へ、田村屋吉兵衛は飛び込んできました。これは田村屋の旦那、取り乱しておりますが。 伊太郎は苦い顔をしましたが相手の意気込みが凄まじいので押し返しもならずそのまま生じ入れます心が汗くから挨拶は抜きにしますよところで伊太郎さん文長親分は行方知れずになったはずだが千兵衛もよほど驚いたものと見えてそう言いながらも後を振り返ります つけてきたものがありはしないかと思ったのでしょう。年の頃50前後、一代に心象をこしらえた人間だけに、なんとなく押しも押されもせぬ風格が、そのでっぷり太った五体に備わって、物言う調子にも、鋭い目にも、少しの油断がありません。それを、どうしてご存じなんだったんなこれだよ、伊太郎さん。 七兵衛は一風の書面を伊太郎の方に押しありました伊太郎は黙って受け取って心せばしく押し開くと中は達筆のたった五六行文七の身柄はしばらく預かりおくその方もせいぜい用心するがよかろう例の品物は近々頂戴にまかりこすお武竹試氏。 伊太ロはさすがに目を見ありました。あやかしの雲がここにもあったのです。このとおりだ、伊太ロさん。お前さんは聞き知っているだろうが、文七親分と私は、我がい自分、兄弟も及ばぬ中であった。その後は仕事の都合でうとうとしくなったが、お互いに昔のことを忘れたわけではない。できることなら、 昔のよしみを取り戻し一家同様の付き合いをしたいと思ってせがれの吉六を使いにこの間からお前さんと娘の美和を見合わせる相談をしていたのだよ伊太郎は返事に困りました父親の文氏と吉兵衛が昔は婚意だったにしても信頼も身分も違ってこの二十年はほとんど往来がなくそれに 企量自慢のお天場娘で、浅草中の評判になっているお宮は、伊太郎のあまり好きなタイプの娘ではなかったのです。その上、これは大きな声では言えないが、文や親分と私には大変な敵がある。近頃、その敵が江戸へやってきた様子だから、文や親分は驚いて姿を隠したのだろう。書き置いたものでもあるなら、 見せてもらいましょうかこうまで言われると剣もほろろの挨拶もできませんこれですが田村の旦那取り出したのは千代や文七の書き置き伊太郎はしわを伸ばして地兵の前に広げます何何しそいあって姿を隠すが訳を話すと。 お前にも災いが及ぶから、何にも尋ねてくれるな。おみ。おみわとをとになってこの家業を継ぎ、心長く俺の帰りを待ってくれ、というのか。それは違いますよ、旦那。おみわではなくておみので。伊太郎は驚きました。いかにつたない字でも、おみのおみわと読み違えるのは無法です。いや。 これは私の娘のおみわのことだよ、いたろうさん。本当は三つの和と書くのだが、いもせまの芝居に出てくるみわと同じ名前だから、近頃、かので書いているが、いえ、みのと書いたんで、親父はのという字をよくこんな具合に書きました。とにかく、いわでもみのでも、文七親分はお前さんと私の娘と、 一緒にする気だったに違いない。婿と決まれば、私とイタさんは親子だわ。心を合わせて、無父親分の行方を探し、あの恐ろしい敵を塞がなければならない。これから、すぐ行くとしよう。吉兵衛と一緒に行くのは、好ましいことではありませんが、父親の行方を探すには、これが何よりの手がかりのような気もするのです。出入りのものや店のもの、 八方に出してみた上、南北お待ち奉行。江戸中の手先御用聞きへ頼んだから、生きているものなら行方が知れないはずはあるまい。と、伊太郎さん。そうまで言われると、伊太郎もここにじっとしているわけにはいきません。昨日の今日で、父親、久助の死体を引き取ったはずのお美野が、さぞ困っているだろうと思いながら、つい吉兵衛に誘われるともなく、 半信半疑のままで蔵前へ行く気になったのです青ひげ浪人の登場侍の艦隊は言語に絶しましたその頃江戸の税を尽くした蔵前負けても豪華を誇る吉兵衛の京王ぶりは質素に暮らした伊太郎などの夢にも見たことのない 素晴らしいものだったのです。何にもないが、イダロさん、ゆっくりやってくださいよ。気に入ったら、二日でも三日でも。いや、一生ここにいるつもりで、みこしを据えて構わない。ははは。酒が一巡すると、そこへ清掃を凝らした娘のミワが、歌舞伎芝居の娘方のように、特利を捧げ加減に持って、 しゃなりしゃなりと出てくるのでした少し大柄な申し分のない美しさですがおみのの無限的な美しさに比べるとこれは少し日韓的であくまでもこの世の映画の中に育った娘です吉兵衛はそれをとろぞろとした水管に迎えて俺が娘の美和じゃよお前は 板さんを知っているだろう。浅草の女で、板さんを知らぬものはないと言ったじゃないか。ははは。この説の娘は、あの調子だよ。いやはや。まるで、たいがありません。あれ、父さん。そんなことを言っちゃ。いや、私も、あちらへ行きますよ。おみやは、少し、車に座ったまま、振り袖を腕に絡んで、ちょいと、 父親をぶつまねなどをしてみせるのでした。おみのよりは、ひとつ年上の十八、おんば日傘で育って、歌舞伎狂言の人生観が、腹の底まで染み込んでいる娘です。ははは、かなわぬかなわぬ、許せ。お前に怒られると、あとで財布が痛む。はれ、父さん。母のない子は、とかくこのとおりじゃ。の 伊太郎さんかわいがってやってくだされ押しつけがましい吉兵衛の言葉を空耳に聞いて伊太郎はガブリときを開けました「それおしゃく何をしてい,いのじゃおみは。だって父さん慣れないのですものいやもうたくさん伊太郎はおみわの調子を抑えて静かに立ち上がりました 上場へというのは口実で、実はこの馬鹿げたお芝居をくすぐったくて見ておられなかったのです。間、ま、がよかったら、このまま小揚げ町へ帰ろうか、それとも、したら七十郎の道場へ行って相談をしてみようか。そんなことを考えながら、町津場とはおよそ反対の薄暗い中廊下を通って、店口の方へ出ようとすると、 どこからともなく自分の名を呼ぶ声が耳についたのです巻物は工芸町にはないというのは聞いたことのない素晴らしい最低音です栄太郎は持っちゃいないがじゃこれは吉録のように滑らかな声でした親父の分質が持ち出しだろう せがれをおとりに呼びき寄せて、そこで、三つ揃ったら、甲州へ行くか。し、あまりに奇怪な密談に、伊太郎もさすがに、肝を潰しました。小揚げ蝶の巻物のことを知っているところを見ると、こやつらが、武田菱の仲間のようでもありますが、自分をおとりにして、 おやじの分子を呼び寄せようという企みのあるところを見ると、おやじを隠したという武田菱とは反対の立場にいる人間どものようでもあります。とにもかくにも謎は深くなるばかり。こいつは滅多に帰られないぞ。伊太郎は大胆不敵にももう少しこの古老のあギとに踏みとまってみる気になったのです。おや ミスタンの部屋を離れて廊下へ出ると、何やら背後に物の気配。振り返ると女が一人、さりげない様子で向こうへ立ち去ります。十九か、せいぜい二十歳でしょう。ちらと見たところでは、細表の日に焼けた真っ黒な顔。目鼻立ちや身のこなしは一通りの娘ですが、なんとなく炭焼き窯の中で燻製にして、 江戸へ出したと言ったようなひなみた感じのする娘ですおせん何をしているいきなりミ産の部屋は開いて青ひげのすさまじい男三十五六とも見える浪人者が顔を出しましたはいあのこんなところにいるやつがあるかバカめ浪人者はおせんの肩をつかんで ぐいと引き立てながら横目でイタロウを見ておりますはれ安ぜ川様。そうだ夜から怪しいと思ったがまさか人の話を立ち聞くとは思わなかった成敗してやる来いおせんと言われた色の黒い娘は肩先をつかまれてずるずると引きずられました OK そいつはかわいそうだ。勘弁しておくんなさいまし。おはしよちは足を蝶場へ案内してきたんで。伊太郎はたまにかねて口を入れます。店口に蝶場はない。お客人をこんなところに案内するとは、近頃の大丸けだ。老人は声のない笑いを笑いました。そう言われると、伊太郎ウ一句もありません。 しばらくはそぐわない心持ちで顔と顔を見合わせます上身ない太郎とたくましい浪人者と苦み走ったいい男と青ひげのすさまじい中年男とこれは誠に奇怪な初対面でしたう家の触覚あぜちがわ要と申す浪人者だ見知っておいて損はないぞ またも、声のない笑い青黒い方に深いしわを刻んでなんというそれは不気味な表情でしょう娘をせんの野蛮な魅力伊太郎ははっと目を覚ましましたいつの間にやらあんどんは消えて信須まのようなえてものが。 ひらりと屏風の影に身を隠したように思ったのです吉兵衛に止められたのと自分ももう少し頑張ってこの家に潜む秘密を解くつもりで田村屋の奥座敷に泊まってしまいましたが物事を気にしない伊太郎は酒の勢いも手伝っていつの間にやらいい心持ちで眠っていたのです伊太郎はそのまま心を静めて 漆のような闇の中に物の気配の動くのを見つめておりました。九つの鐘が鳴ります。その後はまた宿たる夜のじま。イタロの寝息も整って静かに受けてゆくばかり。え小さい気合とともに闇をつんざいてきらりと心眼に光るものやろう。伊太郎は 辛くも避けました襲撃の力余ってさっと枕を刺したのはくせノの合口ですあ,あいつの間にやらくせノの手はしかと握られておりましたきな臭くなるような闇の中の激しい争いいたろうもくせノももはや口をききませんがその争いも長くはありませんでした 思いのほか非力なくせ者は、伊太郎に腕をつかまれると、たぐり寄せるようにぎゅっと膝の下に敷かれてしまったのです。あかり伊太郎は人を呼びかけました。が、膝の下のくせ者の息遣いや闇に匂う香りから、男でない、と悟ると、思い直して枕元のあんどんを引き寄せ、どうやらこうやらあかりをつけたのです。 おお、それは、女です。紛れもなく、戦国、廊下で水談を立ち聞きしていたおせんという、あの真っ黒な顔をした下女ではありませんか少しは、驚いたでしょう。引き起こしてやるとおせんは、素直に起き上がって、瓶のほつれを直しております。驚きはしない。もう少し、手に立つ癖者かと思ったよ。 伊太郎は女を押しのけて、枕に突っ立つ合口まで抜いてやりました。まるで眼中にありません。で、たぬき寝入りをしていたんだね。寝首をかこうとしたやつよりは、たぬき寝入りの方がきょでないよ。こんなことを言う伊太郎です。はっはっは。燻製の方がほころびると、この女には不思議な野蛮な魅力があります。 笑い事じゃないぜ。何をあってここへ来たんだお前に会いたくなったからさ。枕はワ口で刺したくなったのか。悪い道楽だ。そば柄がはみ出しているぞ。はっはっは。笑うなというのに。お前さんは腹を立てながらシャレを言ってるな。バカだね。無駄をよして、まっすぐに白状しねえ。何をあってここへ来たくどいね。お知らせのようじゃないか。 何を隠そう小揚げの分七のせがれ、伊太郎の命をもらいに来たのさ。何伊太郎は予期したことながら、そうむき出しに言われると、とがめてみたくなります。いちいち物驚きをするんだね。お前は何だどこのメギツネだ伊太郎の手は伸びます。もう一度ひっとらえて、膝の下にしこうというのでしょう。っっ。もし私が。 だったらなんだとんな。がしかしおせんの言うことが真っ赤なうそとすぐわかりましたその時にわかに家の中が騒がしくなってどうだ武田氏が押し込んできたあぜちかわさんはいないのか恐怖の旋風が巻き起こったようにでっち小僧下女はしためまで右往左往に逃げ惑います女本物が来たらしいぞ 武田氏なら、俺にも言い分がある。おみのの父を切って、自分の父をおびき出した武田氏。おのれ人たち。と思うと、伊太郎は、もう躊躇しません。お線を放っておいて、根巻きの鳥っとりがたら中庭を越えて棚口へ、毎一文字に飛び込みます。店と奥との間、柱を戸建てに、くせ者が一人、一刀を構えたまま。 八方を睨んでおりました。黒装束、黒の目ばかり好き。背は高くない方ですが、両肩の山のごとく怒った、いかにも強そうな人間です。武田菱とってめえか、キザな野郎だ。来るか伊太郎も一頭を引き抜きました。並々ならぬ相手。口は悪いが、もとより寸胞の油断もありません。覆面のくせ者は、黙って、 二三歩進みました。後ろに開け放した雨戸を背負って退路を断たれぬ工夫でしょう縁側に立ったまま静かに伊太郎を待ちます逃げ自宅かこれでも食らえ通バとヤイバと体と一緒に飛んでくせ者の頭上へさっと襲いかかりますシャリンと宙になるヤイバ白ぎを削って二三号すると くせ者は早くも引っずしてひらりと庭へ飛び降りました逃げるか市長の野郎じゃねえか続く伊太郎。うくせ者は真四角な体を巧みに働かせて植え込みの間をリスのごとくくぐり塀際へ来ると一軒の兵へ何の雲なく飛びつき忍み返しをまたいでひらりと向こう側の往来へ飛び降りました器用なことをするぞ 続くイタロウ。塀に飛び乗って、クセモ者が何の不安もなく掴んだ忍び返しに手がかかると、ああ忍び返しはもろくも外れて、イタロウと一緒に庭の中へ、どうと落ちたのです。それ、不思議なことに、家の中からつけてきた一人、忍び返しを背負って、庭に倒れたイタロウへ、さっと切りかけましたが、この時遅く、どこからともなく、

たまいタクエモンサマノゴシツヤクダ。は、竹ケのョウノイレズミしー、キュースし,して召しトったぞショーゴガためノタをする。召使オスロウ。メシツカイノモノイチド、シミオニサシヒカイロウ。イタケダカにキめつけてワカイモノイチド。ゲジョマデモ、ミセノイタジキにヒトマトメニシー、ヤクニンテサキバ、ドカデカト、オクエフミ 投げしの裏を忘れるな。お前は畳をはげ。かみの中も見落としちゃはならねえ。ひしめきながら、孫と孫と、暴風の吹き去るように荒らしていきます。誰だ奥の人間。いっそや、おみのが止まった部屋に、長々と寝そべっている大男の武家が一人。物音に驚いて、むくむくと起き上がりました。その方は誰だ 俺は知らぬか。少子千万。竹町の道場を構えおる天下の名人、したら七十郎の顔、よく見ておけ。虫が落ちるぞ。武将髭の顎を突き出し、一刀を杖に半身を起こしたのは、まさに、伊太郎の師匠、したら七十郎。早朝、伊太郎を訪ねたが留守。いつものことで、心安く入り込んで、奥の一間を借り、 上髪のような大いびきをかいて昼寝をしていたのです。グレーであろう。拙者は北町奉行好きよりき。伊太郎は九助殺しの下手人として召し取り、証拠固めのためにさ探しに参ったのだ。何伊太郎は九助殺し。<laughs> これは大笑いだ。何がおかしい伊太郎はあの時 この設楽七十郎と一緒にいたぞ。キリシタンバテレンの魔法を使っても、そんな芸ができるわけはない。しわったのなら、早く縄をほどいて返せ。マジ奉行が恥をかくぞ。設楽七十郎、よりきを人間のくずほどにも思いません。ともれその方の指図は受けるまい。どかぬと、縄を打って引き立てるぞ。カンカンになったよりき、本当に。 したら七十郎、縛りかねない意気込みです。俺を縛る。そいつは面白い。縛る道があるなら、縛られてもやろうが。組子が幾人いる中中他チ会の、たった四人か。足らぬ足らぬ。せめてそれを十倍にしてこい。何第一、その方が怪しいぞ。本当に、町方よりきか、あき子は。七十郎、 大変なことを言い出します。まあ、怒るな。名は何という。したら、七十郎の調子は、あまりに無遠慮で、無法でした。たまいたくえもんだ。四十絡みの達者な男。肩を怒らして、こう名乗り上げます。何？たまいたくえもん。馬鹿め。何を言う。たまいたくえもんだのなら。 このしたら七十郎とは無理の愛だからだ。向こうは金があるから恩人と言ってもよい。厄介ばかり愛かける。その玉井殿は六十を越した五人で、今は病中引っこもりだ。第一、その方ごときゲスな面ではない。おそらく田んぼの藪から飛び出した化け損ねの野良狐でもあろう。ぶち殺して、 汁にしてやる4人の眷属も一つ穴だろう逃げるな重物たまに何がしと名乗る役人と組子したら七十郎の猛烈な絶倒に翻弄されて枯葉のように棚口へ吹き飛ばされましたもう、孔弁どころの沙汰ではありません逃げるな得てもらおう家をこんなに荒らして住むと思うが留守番の迷惑だ 元の通りにしてゆかないと、おのれい。したら七十郎、店まで追って出ましたが、その時はもう、組子のかけらも見えません。したら先生、ありがとうございました。吹き寄せられたようになって、ことのなりゆきを見ていた奉公人たち。ほっとして、したら七十郎に挨拶しました。ははは、おもしろかったな。先生が、<laughs> たまいさというよりきをご存じでないと、どんなことになったかわかりません。本当に、いいあんばいで。若い者らです。俺はそんな人間を知らないよ。第一、よりきにつきあいのあるわけはねえ。ええたまいなんとかいうよりきが先きで寝ていようと、他者でそのへんを泳いでいようと、俺の知ったことじゃない。すると、みんな嘘だよ。あの男が、 ピカピカするこの城の背のような合わせに、少し洋館色になりかけた羽織を着ていたろう。へえ、江戸の寄り木に、あんな野暮な人間があるものか。大小のロールにがはげていたし、髪は大たぶさらし、足袋は汚れていたし。あれは木一本のアサギ裏さ。誰かに日等で雇われて、この家、家探ししてきたのだろう。何を探すんでしょう、先生。 それは、俺にもわからぬが、金の茶釜か、小倉の敷地か、どりゃ、もう人ないりするか。言い捨てて、七十郎は、元の部屋へ帰ります。死神に誘われて、それから間もなく、格子の外に立った白い顔がありました。 江戸の書家の生のような清らかな娘です。お、お身野さん。一朝四方が夢のように匂うのを若い者が知らずにいるはずはありません。伊太郎さんは、おうちでしょうか。お身野は、格子の外から、そういうのが精一杯でした。お気の毒だが、若親分はいませんよ。そこに立っていちゃ、話ができない。ともかく、こちらへ入ってくださいな。 おみのはしばらく躊躇しましたが、それでも、伊太郎の様子が聞きたかったものか、遠慮しし、腰を開けて、上がりがむちを前に、しょんぼり立っております。おみのさん、若親分は、急に縁談がまとまって、蔵前の田村へ乗り込んだぜ。え田村へのお嬢さん、おみやさんというのが、命がけの願いさ。伊太郎さんに沿わせなきゃ、死ぬという騒ぎ。 若い者たちは暇で無責任でいたずら好きでした。おみのの顔が白いに変わって、立っているのさえ難儀になるのも知らず、からかい半分、やきもちいい半分、こんなとんでもないことを言ってしまったのです。それは、あの、本当でしょうか本当妄想もない。車へ行ってよそながら聞くがいい。田村屋は祝言の支度で、大変な騒ぎだ。 俺どこへ行きなさるんだおみのさん。母親分は田村へ向こう入りしても、この一家の者はみんなおみのさんひいきだ。遠慮することはない。入ってゆっくり遊んでゆくがいい。おみのはそれに応える気力もなく、二三度よろよろとなると、もう格子の外へ出ていました。ひとしきりにぎわった朝の街も、昼近くなると思いのほか、ひっそりして。 小町界わいはあまり人通りもありませんおみのさん二、三人の若い者が追っかけて出た時におみのは自分の姿を隠したい心がいっぱいで思わず手近のロイへ潜り込んでいたのです昨日帰って役所から下げ渡された父親の遺骸を近所の衆の世話で入管し 一晩、かばかりの通夜をしたうえ、夜の明けるのを待ちかねたように葬ると、近所の衆はもう、一人残らず、引き取ってしまったのでした。残ったのは、おみのたった一人。きのうから待ったいたろうは、とうとう来てくれず、寂しさ、やるせなさが骨身にこたえて、一刻も半時も、じっとしてはいられない気持ちでした。ふらふらと出かける、 足はつい、小揚毛町に向かいます。決まりの悪いのを我慢して、清水の舞台から飛び降りるつもりで聞くと、伊太郎はもう映画の鶴をたぐって、田村へ向こ入りをしたという話。お美野は、物を疑うことを知らない乙女でした。それでも、一応小揚毛町から蔵前までたどって、田村屋の裏へ回ると、人の動き、家の中のにぎわい、何を、 ただごとではありまはん。<laughs> おみのはこのときはじめてこえをだしました大きくため息をはくとむねのおからなきじゃくりがこみあげてはるさめのようななまあたたかいなみだがまぶたをあふれてぽろぽろとほうをぬらします父親がしんでいたろうにみすてられるとおみのはたよるところもなかったのです 町内の人たちはこれ以上構ってくれるはずもなく、身寄りの物も,のもない体は落ち着けるところへ落ち着けるほかはないような気持ちだったのでしょう。かわいそうに、娘よ。お前はもう生きていく力もないぞよ。どこからともなく変な声が聞こえます。羽で撫でるように物柔らかなくせに、 しのぎにかけるような厳しい言葉、それが誤飲を外れた容器満々たる調子で、おみののせい、浴びせかけるのでした。お前はもう死ぬより他は死案があるまい。あの世では、父親の久助が待っているぞい。振り返ってみると、いつぞや脅かされた老婆、170歳と名乗る。 怪異な顔を杖に乗せ銀髪を訓風にそよがせてニヤリニヤリとしているのですおみのは駆け出そうと思いましたがもはや前の方へは一歩も動きません大きな磁石に吹き寄せられる小さいてっぺんのようにヨーバの方へオーカーの方へと巨大な運命に引き寄せられてあがきもならずもだい苦しみながら ついて行くのでしたちょうどその時小揚町の伊太郎の留守宅ではしたら七十郎恐ろしく長い昼寝から覚めましたあああああううよく眠ったぞたまいたくえもんが土壌に化けて俺を追い回している夢を見たな俺は細くて華奢なミミズだったからこの勝負は勝負なしさところで 戦国来たのは誰だい女の声がしたようだが。気をつの娘のお美乃ですよ。若い者は縁側から答えました。お美乃それはいいあんだ。どこにいるか若親もんが分が田村へ向こう入りをしたって軽かったら、ふらふらと出て行きましたよ。バカ野郎したら七十郎は立ち上がりました。先生、私もバカはわかってますよ。 今更おっしゃらなかったって。利口そうなことを言うな。とんでもないことを嫌がる。おみのはイタロに頼りきっているんだ。くっかりして、身でも投げたらどうする大丈夫ですよ、先生。そんなことで死ぬ奴があるものですか。だからてめえはバーだって言うんだ。お前なら死ぬまいが、相手は世間知らずの娘だ。驚いたな。飛んで行ってみろ。万一娘が身でも投げるとてめえのせいだ。 助けじゃおかないぞう。したら七十郎はそういううちに帯締め直して一頭をぶち込むと小江町の裏へ飛び出しました洗った顔は忍び返しを背負って塀から落ちたい太郎は一時は全く気を失いましたがお宮の解放で明け方頃ようやく人心地つきました 朝になってお宮と変わって若親分さん水を差し上げましょうかこう差しぞいたのは怪奇な娘おせんです黒い顔は心痛に歪んで昨夜の魅力はありませんがその代わり伊太郎を指す気になったことなどはケロリと忘れている様子ですおお前は愕然とした伊太郎。 大丈夫ですか、若親分さん。どこか痛むところがあったらさすってあげましょう町内の外科は大したことはないが当分静かにしておくようにと言ったそうですがお前は何だ伊太郎はまだ釈然としません下女の汚染ですよそんなに顔を見ちゃ決まりが悪いじゃありませんか少しばかりの方々がきらりと美しい目に光ります お前はいつ顔を洗ったえイタロウは妙なことを聞きます。いや、去年のすさわきの手伝いをしたままだろおせん、それで人前をごむかしたつもりなら、少しやますぎるぞ。顔を洗ってこい。少し話したいことがある。ご挨拶ね。おせんはそれでも素直に立ちました。 それから、四半時三十分ばかり、風呂場へ行って、昨夜の湯ですっかり洗い清めたおんは、皆にこそ元のままながら、生まれ変わった顔で、伊太郎の前に引っ返したのです。お、床の横へ座ったお線を一目見て、伊太郎が仰天したのも無理はありません。顔のすすを洗い落として、頬から首筋から耳のあたりで、 玉を伸べたように磨いたお線の美しさは全く想像を絶するほどだったのです。毛むしまゆがほっそりと三日月になり、目尻のベニが取れ、綿を含んだらしい口の歪みが治り、髪まで清らかに上げたところを見ると、おみろの老太き姿には及ばないまでも、おて天場娘のお宮などは足元にもおつかぬ美しさです。 若親分さ何を話しましょうお前はあんまり驚くといたろ親分の古険に関わりますよ引き抜くつもりはなかったんだけれど若い男の方に汚いと思われちゃ女は我慢ができないそれも大抵の人ならいいが若親分のような人にい,いえ口には出さないまでも若親分は汚いと思ったに違いありませんよ 水をあげようといえば首を振るし、どこかさすろうといえば嫌な顔をなさるし。ね若親分。そんなに驚くことはありませんよ。怪我をして寝ているものの、寝首なんかかく私じゃありません。その代わりと言っちゃおかしいが、私の聞くことにお返事をしてくださいな。それは構わないとも。俺は隠し事のないのを自慢にしている。 若親分の親御は、文子さんと言うんでしょう。質問は思いのほか簡単です。そうだよ。その文子さんが二十年ほど前に甲州へ行ったことがあるはずですね。そんなことを聞いたようだ。伊太郎には何のわだかまりもありません。その時、拳がだけ入らなかったでしょうかそれは知らない。で、文子さんの手元に、 原家の刑図と天正時代の古文書と武田信玄公の黄金像はなかったでしょうかおせんの問いは予想外でしたが嘘を言わぬと誓った正則伊太郎も今さら隠しようがありませんおったかもしれんが俺に見せたわけではない本当にあるでしょうか若親分三つはあるまいがそのうちの一つくらいは持っているだろうよ 伊太郎の答えはあまりに無造作ですそれでは文七こそ我ら一家の敵がくりと調子の変わったおせん何を言うお前もやはり敵のかたわれ覚悟せいおせんのお顔は急に引き締まると早くも伊太郎の刀を引き寄せますまさか合口までは用意しなかったのでしょうわけを言え 親父がなんでお前たちの肩書だ。お、言わなくてなるものか。その三品のうち一つでも持てば肩書にそういわない。おせ仙は心せく様子で語り始めました。中にまうやいば。お待ち。飛び込んできたのは娘のミアでした。 あ、お嬢さん。まあ、千回。なんという顔だろう。お宮も身の苦が告げません。あの汚らしい汚線が自分よりはるかに美しくかぐわしくなっていようとは夢にも思わなかったでしょう。これが違うですよ、お嬢さん。まあ、吐きれた。これはどうしたことなのお気の毒だが、お嬢さんなんかの知ったことじゃありません。 しばらく遠慮してくださいな。おせんが自尊心を取り返して少し高飛車に決めつけんのでした。お前、そんなことを言って主人に住むと思うかえ一気半気の奉公人でも礼儀は存じておりますが、これはそれどころの話じゃありません。お前、そんなことを言って伊太郎さんに因縁をつけるつもりなんだろう。セスを塗った顔なんか洗って、 君が悪いね。おみは、ただの娘らしく、物事をすぐ、色恋に結びつけました。そんな気楽な話じゃありません。私にとっては、家の大事。だってお前、古巻物とか、信玄の黄金像とか言ったようだが、そんなものなら、この家にもあるよ。父さんが、大事にしていらっしゃるよ。三寸六部の黄金像さ。伊太郎さんの、知ったことじゃない。 せっぱし尽くしたつもりでしょう。お宮はそう言い切ると、いそいそといたろうの枕元へ、心を込めた様子で差し寄るのでした。ありがたい。そんならやはり、信玄様のごんぞは、この家にあるのかえそれを手に入れたいばかりに、仇の家に一年越し、お前のような娘の起源まで取っていたよ。あれ、おせん。 驚いちゃいけないよ。お前の親、吉兵衛の首と、黄金像は、この私がもらっていく。おせんの気色は、ただことではありません。肩膝を立てて、きっと上げた顔は、少し青ずんで、声援な眼差しも、固く結んだ唇も、並大抵の娘のそれではなかったのです。お前、それは。驚いたかえ、お嬢さん。いや、さおみは。 今までは主従だがこれから敵同士に帰って物を言うよお待ちおせん逃げも隠れもしないよう吉兵衛の首と信玄の味方を取るまではおせんは帯をキュッと締め直すといつの間にやらイ太郎の一頭を下げて立ち上がりましたおせんお前は何者だ素性を言えたまに枯れた伊太郎。 そ吉兵衛か分七に聞くがいいえい、え、言わぬかイたさんお前さんだけは二度も三度も殺そうと思って殺しかねたでもこれで助かったと思ってはいけないまだまだ私にはすべがある例えばおせんはそう言ってイタロの刀をキラリと抜いたのですバカ なんということをする昨夜はしくじったが、今日は身動きもできないはずだ。一寸試し、ごぶダビシにしようと買ってさ。お前は何だ女さ。ええ、竹田ビシのんだふふ竹田ビシなんて汚らわしい。あれはただの泥棒じゃないか。それでは。くどいね、イタさん。お前さんは、悪者のおとりになっているんだよ。 私に切られる方がどんなにいいか知れはしない。おせんは一刀を振りかぶりました。ええ<っ>、つまらぬことをよさぬが。動けるなら動いてみるがいい、いたろう。刃は二つ三つ、宙にこうがきました。おみわはもうどこかへ逃げてしまい、刃をへたって合わせた若い顔は二つ。こんな緊張しているくせに、 妙にくすぐられるように微笑の湧いてくるのをどうすることもできません。覚悟はいいの板さん。バカな。板郎の手が布団の外に動くと、パッと飛んだキセル。一頭を振りかぶった汚染の拳をハッシュと打ったのです。あ刀は下へ落ちて、畳の上、座布団を突っ立ちます。はっはっは。こいつは面白いや。 縁側では誰やらがたか笑う声二人はく然として振り返りました幼女おせんおは枕屏風をこだてにいたろうと会いたいしながら縁側から侵入してきた大少年のサブローを迎えました。 ねえ、いや、もう行けねえ。早く逃げるんだ。サブローは障子に手をかけて、野良猫のように中を覗いております。スズメの巣のような凄まじい頭に、シリキー板点。およそ履物のない国から来たような、汚い巣足ですが、顔の造作だけはきりりと整って、日にこそ焼けたれ、どこかお染に似た、精悍な美少年です。なんだいサブちゃん、慌て腐って。 私はまだこの家に用事があるんだよ。油断なく構えながら落ち着き払った汚染。信玄様の像ならおいらが預かったよ。まごまごすると姉、ね、やの素性がばれるよ。土佐くさまぎれに逃げようぜ。それじゃあお前、それをもって一足先におばあのところへ帰っていな。私はここの主人に会って一言言っておくことがある。無駄だぜ、姉、ね、や。言ったって。 全身に立ち返るような白物じゃねえ。と、おばあは言ったよ。それよりは手っ取り早く、どてっぱらでもえぐっていきな。生意気を言わずに、帰るがいい。だって、姉、ね、やがきれいになると、ろくなことがないんだもの。まあ。そういうおさんに、くるりと背を見せると、い少年はもう庭の踏み石の上に立っております。待て待て、小僧。 イタロウはこの時初めて口を聞きました。なんだえ、わえの。おばあの真似でしょう。そんな口を聞くサブロウ少年です。お前はいっせや、掘り戻し、キュスケの家へ行って、ミッションを盗み出したろ。おいらは知らねえ。知らないことがあるものか。膝を立て直すイタロウ。三輪ガラスのせいだぜ。アバイよ。 サブロは身を返すと植え込みの中へさっと飛び込んでしまいました。後には相対したイタロと汚染。これはいつまで続くことでしょう。二人ともお互いの心持ちの動きをはかりかねて黙って睨み合います。ちょうどその時、主人の吉兵衛、用心棒らしいのを二三人連れてどかどかと入ってきました。ホトさん。 はれ、あの通り、おせんの顔が変わってしまいましたよ。何をやり出すかわかりません。捕まえて聞いてください。真っ先に立ったのは、娘のおみわ。さすがに敷居際から指を上げて、おせんの顔を刺します。よし、終わった。救命は俺がする。お前は向こうへ行け。吉兵衛はおみわを追いのけると、おせんの正面へ、静かに詰め寄ります。 おせん、言い訳はあるまい。黙って引き取れ。言い訳まあ。悪いことをした覚えもないのに、何の言い訳をしなきゃならなかったでしょう。ねえ、旦那。その顔は何だ刺した吉兵衛の前に、おせんがにこりと咲きこぼれるように笑いました。はっはっ。すすを洗い落としたまでさ。おしろいを塗って悪くなきゃ、すすを塗ったって。 とがめられるはずはないでしょそれとも、すすは顔へ塗っちゃあならないと、お触れでも出ましたか旦那。バカめ、すすを塗るのは勝手でも、客人へ刃物を振り回したり、変な小僧を引き入れたり、許し難いことばかりする女だ。わざわ手引きをする女に、容赦はいるものかひっとらえて、ひどい目に合わせよう。覚悟せい。 芸女は名題の下高者でした下溜めの一人二人どんな成敗をしたところで奉行所から文句を言わせないだけの確固と自信は持っていたのですおお<う>飛びつこうとする用心棒が23人待て待て待ち上がれ50や300で雇われて居候並みの仕事をする日本雑しなんかに黙って縛られる私じゃない。 おせんが飛びのいて、きっとなります。なに<何>聞くがいい。今でこそ、お蔵前の札差しで、大臣の旗本の株まで狙っているという噂の吉兵衛だが、二十年前までは、何をしていたか、聞いてみるがいい。黙れ黙ってもらいたかろうが、いつかはこいつを言わずに置くものか。恩義をあたで返したばかりか、祖先の宝を奪い、母親を殺し、 村を滅ぼし。えい、今しておけば、法図のない女だ。構わないから縛り上げろ。そいつは武田美氏の一味だろ。う。ぶち殺したって、おとがみのある人間じゃない。日頃を思わな吉兵衛、金と地位ができて、なんとなく長者の封さえある男が、薬きとなって怒るのですから、おせんの下は、海兵をえぐる刃物のように応えたのでしょう。おお<う>、人数は増えて、 いつの間ににやら五六人になっておりました真っ先に立ったのは青ひげのあぜちがわかなべこれ一人でも浅草中のごろつきゆすり悪侍をふるい上がらせ田村屋吉兵衛の店の前を避けて通らせたというすごい男にやりにやりと薄笑いながらひときり包丁がいつでも踊りだしそうに左の親指がいつ知れず恋口を切っております 続くまっぱい、出入りの腕っぷしの強いの、いつの間にやら縁側から、廊下から、一人の汚染を取り込んで、下手に矢後を叩いて、吉兵衛の旧悪に触れたら最後、あっという間に息の根を立ちそうな、きな臭い興奮が渦を巻くのでした。嫁にもらおう。 待ってもらおうか。伊太郎は枕屏風を力に立ち上がりました。汚染をめぐる緊張が爆発前の間一発まで迫った時です。伊太郎さん、放っておくがいい。その女はキチガイだ吉兵衛はたまりかねて声をかけます。いや、吉米にしては話の筋が通り過ぎる。あっの親父にも関係がありそうだ。 しばらくこの女をあっしに預けてもらいましょうか。そいつは無駄骨だろう。アゼ川ガワは相変わらずニヤニヤと毒を含んだ薄笑いをまき散らしております。いや、親が行方知れずになったんだ。どんな手がかりでも見逃すわけにはいかねえ。そうだろう。その女はとんだきれいな手がかりさ。 汚作りの時は気がつかなかったが、そう磨いてみると、れでも手がかりにしたくなるて、なんという憎い口でしょう。あぜちが要と吉兵衛と相帰り見て苦笑いを交わした顔を見ると、いたろう、勘人袋の尾が切れました。そう言われると、我慢にもこの女が預かりたくなったぜ、ご老人。なんだと 申し受けて女房にするよ。うんと言わなきゃ、言わせるまでだ。バカなことを言うな。バカでも冗談でもねずんと本気だ。伊太郎が傘にかかってそう言ったのも、理由のあることでした。一度座を外したはずのおみわが、世にも恨めしそうに、この場の様子を覗いているのが目についたので、お親父の吉兵衛が押し付けがましくおみわと一緒にしようという魂胆には、 いずれ良くない企みがあってのことと睨んで、伊太郎はその上を越した嫌がらせをやったのです。伊太郎さんが熱心とあらば、随分私が仲人をしてやってもよい。が、お前さんの恩親のる分子のは、承知しなさるかな吉兵衛は妙なことを言い出しました。文句をいや、駆け落ちでも心情でもしますよ。なあ、お前。 バカに押してない。おせんはそれでもプンプンして、伊太郎ウを睨み据えます。はっはっは、若い者は威勢がいい。が、分子殿が聞いたら、飛んだ私が恨まれはしないかな。次第に紛糾していく空気。伊太郎は辛くも身を起こすと、立ちおどむおせんの肩へ、極めて自然に手をかけました。おせん、嬉しいか おせんはきっと顔を上げましたが、伊太郎の表情に不思議な深さを読むと、黙ってそれを引っかつぐように、にっこり、振り合うのでした。とんだお似合いだ。いまいましく、大た打ちをする、あぜちがわかなめ。それほど望むなら、文とのえそう言って、さっそく、片目のか付きをしよう。イタロさん、ちょいと一筆、 死急ここへ来るように、と書いてもらおうか。お安いご用だが、親父は昨日から行方知れずですぜ。いるわしさえ分かれゃ、ここへ呼んで喜ぶ顔が見て。どんなことをしても、文志士殿を探して手紙を届けよう。慣れ合いの取り持ちをしたと言われちゃ、私の顔が立たない。吉兵衛の必要な望みがうるさかったものか、伊太郎は押し付けられた筆を取って、 親の分室にあてて、ほんの三下がり。一生の大事、折りって相談があるから、ここへ来てくださるように。と書いて、吉兵衛へ渡しました。これでよし。この伊太郎さんの手紙を、竹町の設楽道場へ届けてこい。大急ぎだぞ。吉兵衛はその手紙受け取ると、さりげない調子で若い手代に渡すのでした。 おやじが、したら道場にそんなはずはない。この不意打ちには、伊太郎も、さすがに驚きました。が、吉兵衛はおよそ、わだかまりのない調子で、修玄が済むまでは、一緒にはおけまい。今日からは伊太郎さんも、おせんも客分。みんなも、気をつけて、大事にしてあげるのだぞ。そう、左右を帰り見るのです。ははは。 まるで下手な芝居を見てるようじゃないの。でも下女から客分に早変わりは悪くないわえ。もっとも私は少年を据えるととんだ税好みだから、まごまごするとこの信頼を食いつぶすかもしれないよ。おせんが幕切れの花魁の役者のように、後ろを向いて豊かに笑いました。性格の強さがによって気が高ぶると、素晴らしい魅力です。 イタロはだまってくちびをかみます「洋父おこんの登場」その万のことですあお待ちを話してくださいお願い吾妻橋の酔いやみおみのは思わず欄干にすがりつきました冗談じゃない。 話せば飛び込む気なんだろう。大きな声を出すと、端番が飛んできて、お前さん、飛んだ恥をかかなきゃならないよ。後ろから抱きつくめたのは、二十七八の大戸島。男のような太い声に、言いようもない色気を持ったのは、一種の空気の中に磨きをかけられた女でしょう。でも、でもなんてセリフは流行らないよ。見投げには悪くない事項だが、お前さん、 ドザイモンを見たことがないんだろう。ありゃあ色気がなさすぎるよ。半分裸体になってブクブク膨れて、百本ぐいえでも引っかかってごらん。どんな美しい心臓も、ふためと見られたものじゃない。怪しいよ、みっともないから。おみのはぞっと身をふるわせて欄干を離れました。さあ、気が変わったら、私のうちへおいでよ。 死神にばよをして。私は、花川のおこんという踊りの少佐、さ。怪しいものじゃないよ。私は、あの、門前町の。二人はもう、端番の明かりの前まで来ておりました。知っているよ、おみのさんじゃないか。お前さんばかりは、闇の中でもピカピカするよ。その若さで、なんだってまた、 一人で死ぬ気になったんだえおこんは口を聞いたこともありませんが、浅草一番と言われた門前町の久助の娘を知らないはずはありません。それどころか美しい同性に対する女だけが持つ一種の嫉妬と愛情と妙にこね回した甘酸っぱい感情を持っていたのでした。おみのはものを言う気力もありません。 そう。これが私の家さ。一人状態で、気金も何にもいらない。そのまま入っておくれ。猫の子一匹、留守番をしているだけの、新章も、気も軽いお屋敷だよ。<laughs> ありがとうございました。おみのは、長火鉢の前へ、濡れた花のように座りました。お前さん、綺麗すぎるから苦労するんだよ。でも、 死んじゃ何にもならない。悪いようにはしないから、しばらく身の振り方を私に任せておくがいい。妙に飲み込んだおこんの顔を、おみのは不気味な予感で見上げました。伊太郎が田村へ入り埋もしたと聞いて、ふらふらと吾妻橋へ来てしまったおみの。死ぬ気もなく欄干へ手がかかると、待っていましたと言わぬばかりに、この女にしょっぴいて来られたのです。 全てのことがみんな前々から仕組まれた筋書きで自分もその中の早くを一つ振られ運命の糸に引きずられるままに動いているのではないかしらといった宿命的な恐怖がおみのの背筋をぞっと走りますいるかいよこんあそこを開けちゃいけませんよ待ってくださいとぐちののぶとい声を聞くと おこんは慌てて、おみのを次の間に押し込めました。手までめくばせで、黙っていろ、と飲み込ませると、元部屋へ帰って。さあ、入ってもかまいませんよ。タバコ盆を引き寄せて、慌ててキセルを、車に構えます。入ってもかまいませんよ。だってやる。近頃のご挨拶だな、おこん。ぬっと入ってきたのは、 ダブラヤの用心棒、青ひげのアゼチガワカナメデこれでも、女の子の一人者ですよ。いきなり殿方なんかに入られちゃ困るじゃありませんか。うまく言うぞえ。猫はこわ、カナメが親指を立てて見せました。こんばんは気アしませんよ。サイズはいい塩梅だ。ところで、今外で聞いていると、話し声がしたようだが、あれは誰だい 私ですよ。独り言を言ったのかい独り言も言いますよ。私は鑑賞だから。妙な鑑賞があるんだね。病気が悪いから用心しな。何しに来たんです、今頃。おこんは妙につけつけものを言います。息抜きに、お前の顔が見たくなったのさ。おとといの晩から田村屋は人騒動で、ろくに落ち着く隙もねえ。何が始まったんです 小揚げ町の伊太郎が乗り込んで来たのさ。吉兵衛はあの通りの悪法ガキだが、伊太郎は希少者で腕が立つから、どうもおままにならねえ。一応は娘を餌に連れ込んだつもりでいたが、お前も知っての通り、おミガの甘じゃ、縦小山にはならねえのさ。そこで、昨夜、土作作を一つこしらえて、飛び上がり者の伊太郎が、仕掛け者の兵を越すところを、後ろから俺が、 人たちバサリと浴びせたまあ、危ないなんてことをする人たちだろう。よせよせお前もイタロウ組かい冗談じゃありませんよハゼチガーさん浅草城の女はイタロウと言うと目の色を変え上がるまるでイタロウ風が流行っているようだぜこんなことと知ったら思い切りよく叩き切るんだったでイタロウ親分はどうしたんだい 安心するがよい。殺しちゃ困ることがあるんだ。当分、身動きのならねえような傷をつけろと言うんだが、刀は滑って、甘川一枚で止まった。じゃあ、無事だったんだね。が、忍び返しを抱いて、塀からもんどりおったから、注文通り腰骨を折って、しばらくは引っ越しがなるべえ。でも、よかったね。何をやわら。一人に喋らせて、喉が渇くじゃないか。 いやでもかまねえから一杯だしな気の利かねえ女だそうだったねおこむは素直に立って女子を一本どこに放り込みました花川戸の踊りの師匠ですが田村屋吉兵衛の重いもので同時に町内の狼連の人気者でもあり安治川要とは分けでも別婚の間柄だったのです 壁に残るひし形。おこん。お前と俺は、ずいぶん長い間の馴染みだな。金目はチョコを置いて、妙によっては、苦みましった男らしい顔をあげました。何を言うんだい今さら。調子は、おこんの手のひらの中に脈を引かれ、もう一度、どこの中へ。 今じゃ、江戸で何番という大武言。田村屋吉兵衛の重いものだが、五年前には品川で、身の皮一つでくすぶっていたの。よしてくださいよ、安絶川さん。そんな昔の昔の大昔の話は。へっ、桃太郎が生まれる前のおきで嫌がる、水臭い女だ。何が不足なのさ、こんなの期限たら。 また向かれたんじゃありませんかそんな気の利いたんじゃねえ。どうおこん。てめえ、俺に隠していることがあるだろう。何にも隠してなんかいませんよ。目なんか据えて。気味の悪い、あぜちがわさんだよ。宣告<国>、人声がしたと言ったとき、てめえ、なんて言った独り言を言った。が、ま、どうしたんですバカにするな、おこん。 アゼチ川カナメ、年中ピーピーだが、はばかりながらめくらじゃない。あれ、お前さん。カナはいきなり立ち上がると、入り口のドマに揃えてあった赤い鼻緒の下駄を一足、ひっつかんできて長火鉢の猫板の上、へトンと揃えて置いたのです。この娘を出せ。吉兵衛に頼まれて、九助の娘、 おみののとをつけ、おためごかしにここへ連れ込んだにそうやるまい。まあ、やくごんじね。それがどうしたというのおこんは、相手の態度を見極めると、かえって落ち着き払います。どうもしねえ。浅草小町と言われたおみのだ。お前やおみやとは仕うれが違う。まあ。もらっていって、女房にする。だせ。 なあ呆れることはない。この手は近頃入るんだい。今日は伊太郎がこの術でおせんという大化け物を手に入れた。すごい青髭がまたにやりとします。冗談じゃないよ、長谷川さん。誰が冗談にこんなことを言うものか。俺はもう戸島と草屋の干物が嫌いになったよ。お見逃出せ。あれ、お前さん。 癖が悪いよ。おくんはその前に立ちふさがりました。が、元より、この大男を、どうすることもできません。邪魔だあ突き飛ばされて、くれないのもっそ。宙に燃えるのを見向きもせず、ふすまを開けて、次の場へ飛び込んだ金目。暗闘の遠あかりながら、そこには、物の気配もないことに気がついたのです。 おごん、あごりを持ってこい。娘は逃げたぞ。え持ち込んだアンドンに、紙壁はただ、しらじらと照らされるばかり。おみのの影も形もありません。あれは時々しだ。刺した壁には、墨黒黒と、ひし形印が書いてあるではありませんか。またやられた。長谷川さん、お前さんが、 やぼな声を出すから、娘が驚いて逃げ出すじゃありませんか。バカバカしい。何をつまらぬ。俺はちょっと外へ出て様子を見てくる。安土川奏め、一頭を腰に叩き込むと、疾風のごとく外へ飛び出しました。あず橋のたもとへ、駒形の方へ。が、この辺りには、吉原へ急ぐ四つでと、弱金んどの呼び声の他には、 怪しいもの,の姿などはどこにもありません。田村屋の方へ行ってみようか。ふとそんな気になって闇の中に体を翻すと、ふいに横丁から出たらしい宗十郎好きの武士と小気味よくさやあてをしてしまったのです。が、何者ったされるのを後ろに聞いて、要はするりと抜けようとしました。 ソジューローなどとこだわりをつけている場合ではなかったのです。古いもの、挨拶をせい。金目の後ろから一等の鞘をぴたりと押さえられました。えい。引っ外していこうとする金目。ソジュー,ーはその肩を掴んでぐいと引きます。さてさて、わからぬ神社。武士の作法に外れたすれ違い。 とわめたが悪いかえい、どう振り返り様、ま。あぜちが要は一刀を引き抜きました。そういうその方こそ、この暑さに面体を包んで、怪しい奴。さっと切りかける要の刃。覆面の武士はひらりとかわして、えい、ぴしりと主刀。あぜちが要、手首を打たれて、 なのししれ、なにものをとびのいて、やま犬のようにほえるかなめ。さても、むほうな男じゃ。自分の名も名乗らず、いきなり人に斬りかけて、名乗れとは何事だ。まあいい、望みとあらば、ずいぶんなのってもやろう。驚くななによ、バカな。 江戸で第一と言われる武変者、竹町に道場を構えおる、したら七十郎でござるよ。よ、よ。はっはっは。驚いたか。時々は遊びに来なさるがいい。筋が悪くないようだ。随分教えて死んぜよ。はははは。夜の街に響いた交渉。からからとしばらくはなりも。 やみません浮気の虫、はあっ淺川さん正然と帰ってきた要火鉢の前にどっかとあぐらをかくのをおこんは世にも不思議なもののように見やりました酒はまだあるかい酒はありますがそれよりお前さんその手首は 要の右手首はしたら、七十郎の死闘に叩かれて、少し紫にこれ上がっているではありませんか。したら、七十郎というやつとすれ違い、思わぬ不覚を取ったよ。死闘だから、大したことはあるまい。お前さんほどの使い手が油断をしたのだ。まあ、私は、あぜちがわさんほど使い手はないと思っていたのに、そのお前さんを。 手刀で退治するなんて頼もしいわねおこんは酒をついでやりながらつい目を細くしますあぜちがう要にはよく見慣れた表情でこいつは油断も隙もありませんバカにするまいそいつはてめえの病気だ浮気の虫も相手によるぞ要は女の手から特グをひったくるとその口へ自分の口を持っていきます じゃんじゃんじゃんと響く反証。おや、火事じゃないの？勝手にしやがれ、火事なんかに驚くかい。でも田村への方角ちょいと葉月川さんやけだって。俺のせいじゃね。要は手のくらをしてコロリと横になりました。あれ、風邪をひくよ。お前さん、大きなお世話だ。 風の方でひかれたがっているが、あいにく俺は、としま女と風の神には縁はねえ。おこんはそれでも立ち上がって、遺構の羽織を持ってくると、上からそっとかけてやりました。こんばんは。おこんさんふいに、入り口をたたくものがあります。どなた田村屋から参りましたが、本宅は火事騒ぎで、幸い火は消えましたが。 後始末に手が足りなくなって弱っています。安土川さんがもしこちらへ立ち回ったらすぐ駆けつけるようにと言ってください。さよなら。使いの者はおこんの返事も聞かず心得た様子で立ち去りました。たぬき親父め、知ってやがる。金目は起き上がってニヤニヤ笑っております。お前さん、どうするつもりと、おこん。呼びつけられて。 面を出さないのも卑怯だ、言ったおるよ。大丈夫かえ、お前さん。ふん。カナは一投を下げると、ぷいと飛び出してしまいました。